スコット・トゥロー、スコット・トゥロー、1949年4月12日体は、米国シカゴ生まれのリーガル・サスペンス、リーガル・スリラー小説家、ノンフィクション作家で、放送会でも活躍する現役の弁護士、元検事保、死刑廃止論者、スコット・タローと表記する翻訳書もある。日本では映画化された小説、推定無罪が代表作とみなされ、 国際的には6作の小説と2作のノンフィクションが25カ国以上で翻訳、出版され、合わせて2500万部以上出版されている人気作家である。法律家としては、イリノイ州知事ジョージ・ライアンから死刑諮問委員に任命され、報告書、答申を寄贈し、ライアン知事を死刑囚全員連携、死刑制度一時停止宣言へと導く一翼を、 になった2002年アマースト大学を1970年に卒業後1971年に画家アネットと結婚スタンフォード大学クリエイティブライティングセンター大学院の特別研究資格を得て1972年まで創作を学び1975年までスタンフォード大学で講師を務めたスタンフォード大学を退職して 放送会に転身を図ることにして、1975年にハーバードロースクールに入学。入学前に、ロースクールでの最初の一学年についてのノンフィクション作を執筆、出版する契約を出版社と締結した。その著作が、ワンエル、日本語大、ハーバードロースクール我が試練の一年であり、同書は1977年に出版された。 1978年、ハーバードロースクールを卒業し、ジュリス・ドクターを取得。同年、シカゴ地区連邦検察局検事補に採用され、1986年まで勤務する。検事補としては、州司法長官、ウィリアム・スコット詐欺事件など著名な汚職事件を担当した。またシカゴで起きた放送の賄賂や州判時の汚職で知られるオペレーシングレーロード事件などにも、 積極的な助言を行っている。連邦検察局在職中に執筆したプリズームドイノセント推定無罪がベストセラーとなったのを契機に検事法を退職して作家活動を開始した。2005年現在、妻3人の子供の家庭を持ちシカゴ郊外に在住している。ニューヨークタイムズの年間ベストセラー小説リストによればプリズームドイノセント 推定無罪が1987年に第7位、ザ・バード a ブ・プルーフ、立証責任が1990年に第3位、プリーディング・ギルティ有罪答弁が1993年に第8位、パーソナル・インジャース、おとり弁護士もベストセラー入りを果たしてる。雑誌タイムは1990年6月11日付の表紙に取り上げ、訴訟時代の詩人と表した。 アラン・ジェイ・パクラ監督により1990年に映画化された推定無罪は世界で2億ドル以上の興行収入を上げた。配役はハリソン・フォード、ブライアン・デネヒー、ラウル・ジュリア、アダムス・ファミリーなど。作家活動開始後は、シカゴのソネン・シャインナス・ローゼンタール、国際弁護士事務所のパートナー弁護士として、無料弁護、プロボのお引き受け、弁護活動に従事。 ほとんどの時間は口実する二つの死刑事件についての最新に割いた。検事法時代の米国には死刑制度はなかったが、1988年に死刑が復活、1994年より後半に死刑が適用される事態となっている。学生、陰性時代を通じてろうは死刑制度が野蛮であると感じつつ、死刑にあえて反対はしないものの、死刑制度が 社会に対し良いことをもたらすと説明する術を持てなかった。最新の一つ目は1994年、死刑囚、アレックス・ヘルナンデスの弁護人を受任し、検察官や警察官による証拠鉄像、デュープロセス無視など数々の事実を暴いて、縁を立証、1995年に確定判決を覆して無罪を勝ち取り、ヘルナンデスの11年に及ぶ。 死刑囚生活に終止符を打たせ、釈放させる。この冤罪事件で苦労は、検察官や警察官、そして陪審員が、誤った証拠を真に受け、さらに捜査関係が、証拠鉄造にまで手を染める事実を学んだ。二つ目に、強盗殺人事件ではあったが、当初は殺害の意図はなく、結果的に偶発的殺人に及んだ死刑囚。 クリストーマスの弁護人を1996年に受任している。犯行のタイミング、あるいは殺意を持ち続けた上での犯行と衝動的殺人との間に量刑の不均衡があると感じ、死刑を適用する基準に疑問を持ったからであった。この事件の受任中にプローは人種、性別による量刑の不均衡や事件によっては司法処理上の本質的ではない。 空発的条件によって量刑が左右される現実を認識するに至った。死刑確定判決後、トゥローラ弁護人は非常救済手段のための請願などで再審を働きかけた結果、レーク軍巡回裁判所は1999年12月、検察官がトーマスに不利となる証言を強制して、トーマの権利を侵害したと認定。トーマスの死刑判決を覆して、 懲役100年に減刑する判決となった。受刑態度によってトーマスは71歳で釈放される可能性がある。州務長官であった共和党員、ジョージ・ライアンは1999年1月、イリノイ州知事に就任。ライアンはその後の在任期間中、中絶に対する補助緊張切りに拒否権を行使したり、銃機所持反対を支持するなど、 左寄りの路線を取ることになるが、知事選では、死刑制度支持を強固に掲げて当選している。トローは、知事選の際、選挙争点を検討し、名ばかりの民主党員は支持せず、ライアンを支持していた。ライアンの在任中、イリノイ州では、死刑事件で、数多くの冤罪や量刑不当が発覚。その割合は3分の1に達すると推定され、同州を揺るがす。 大きな問題となった。そこでライアンは2000年1月、死刑執行の一時停止を宣言、同時22名の法律家と1名の上院議員を含む14名で構成する死刑諮問委員会を設置。諮問委員会は85項目の勧告提案、うち90%は委員会満場一致を含む報告書、答申を2002年4月15日知事に提出した。 報告書はトゥローが起草している。その結果、ライアンは2003年1月、すべての死刑囚167名の減刑、あるいは無罪を理由に、御社、釈放を決定した。トゥローは2年間の諮問委員としての活動によって、死刑廃止論者となった。諮問報告書提出後の2002年10月に、アレックス・ヘルナンデスの冤罪事件に着想を得た、小説リバーシブルエアーズ。 死刑判決を出版。さらに2003年10月には、トゥローが死刑をめぐって体験したこと、学んだこと、あるいはそれによって死刑に対する考え方の変遷している過程を綴った、アルティメットパニッシュメント、エローや、エスリーフレクションズ・オン・ディーリング・ウィズ・ザ・デス・ペナルティ、極刑死刑をめぐる一法律家の施策岩波書店を出版している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。